なあ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 、むーちゃんってさ、うん、あの米とパンやったらどっちが好き？米とパンやったら、うん、米。じゃあ米とラーメンやったらどっちが好き？うん、米。じゃあ米とあの焼肉やったらどっちが好き？米。じゃあ米と、お寿司やったらどっちが好き？お寿司。じゃあお寿司とお寿司と遊園地やったらどっちが好き？遊園地。じゃあ遊園地と映画館やったらどっちが好き？遊園地。じゃあ遊園地と水族館やったらどっちが好き？遊園地。じゃあ遊園地と家のお布団やったらどっちが好き？遊園地。じゃあ遊園地と遊園地とタイのお寿司やったらどっちが好き？タイのお寿司やったらタイのお寿司。じゃあタイのお寿司と豚骨ラーメンやったらどっちが好き？タイのお寿司。じゃあタイのお寿司とあの寝てる瞬間やったらどっちが好き？タイのお寿司。じゃあタイのお寿司とさくらはどっちが好き？タイのお寿司。お前お前もう一回聞いていい？うん、もう一回聞くわ。じゃあ、うん、タイのお寿司とサクさんどっちが好き？タイのお寿司。おい、もう一回。じゃあ次最後、うん、ちょっともう一回考え直してみて、うん、じっくり考えて。じゃあ1分ぐらい時間あげるから聞きます、うん、タイのお寿司とサクさん、うん、どっちの方が好きですか、うん、はい、シンキングタイム。簡単に答えは出さないで、はい、いっぱい考えて答えを出して。これもう3回目聞いてるから、うん、もっと考えて、もっと考えて。どっちが大事？どっちの方が一緒にいる時間が長い？タイのお寿司と。考えて。うん、もっと考えて。うん。うん、はい。サクさんのお寿司。